はい、こんばんは。こんばんは。感動しました。何に？こうちゃん。うん。あ、選手が。選手がだね。おい、ハチいらっしゃい、ワドツー。ひねもすっていいよね。ひねもす。おー、俺、普段顔出しするからね。何回かしかやったことない。どれくらいだろうな。5枠ぐらいしかやったことないかもしんないな。基本的には顔出すんだけどね。顔出さないときはほぼ、激レア枠かもしんないね。ああ、運転中なんすね。ぜひぜひ、運転、ラジオ代わりにしてもいいと思いますよ。子守唄でも歌ってもらえれば。ああ、どういう意味だろう。どういうことだろう。はい、高山さん、こんばんは。いい確率できた。いい確率できた。いい確率できた。どういうこと？嘘？何言ってるかわかんない。いや、寝起きじゃない。今から寝ようかなとか思って。あ、たこみさんいらっしゃい。ワドツ。寝起きじゃないよ。今から寝ようかなと思ってさ。あ、いい声？あ、いい声かな。俺は自分の声コンプレックスだけどな。あんまり。いい声だと思ってないっすよ。自分の声は。そうなんだよね。いやね、正直ね、なんか配信を、なんか、2日、3日くらい休んでたのかな。で、なんかモチベーションが湧かなくて、本当はね、サブアカで放送しようとしたんですよ。だけど、ふわっちアカウント作れないっぽいね。あ、本当に？俺は自分の声あんまり好きじゃないかな。で、ワドツ。鼻炎で鼻声。俺も鼻声じゃん。俺鼻声だよね。あと発音できないね、単語が。3個くらいあるんだよね、日本語の中で。そうだね。なんかこう、モチベーションが下がってますね。減らったのかな？どうなんだろう。姉ちゃんいらっしゃい。減らってんのかな？いや、多分、山手線で、こう、回ったじゃないですか。あの時の達成感でね、脳みそ焼けちゃったんですよね。なんかね、こう、今でもまあ、びっこ引いて歩いてるんだけど、なんか多分ね、あの時に燃え尽きちゃったんだと思う。鼻声には聞こえないですよ。そうかな？結構言われるけどね。鼻声だよ。逆になんか鼻声と鼻声じゃない声っていうのが俺はよくわかんないかな。一つやりきった感。いや、
一つやりきったっていうかさ、なんかね、山手線がきっかけになっただけでね、なんかね、正直ね、なんか、今どうなんだろうな、なんて、思ってますよ。フリーのメアドあれば何個か作れる。作りすぎたら大会して1ヶ月は作れない。あ、リスクあるんだね。はい、ワード2、つかさちゃんいらっしゃい。達成感じゃないんだよな。ほら、ハンマバキみんな読んでる？あれですよ。頂上に立っちゃうとね、道が見えなくなっちゃうんですよ。ハンマ裕次郎が言ってたよ。カエルさんはどっち？元気ないっていうかね、元気は元気なんだけどね、違うんだよ。やる気がないんだよ。配信者のスイッチを切って、始末孝光になるとこういう感じなんだよね。もうね、なんか、ここ2、3日でね、和道はどっか行っちゃいましたね。多分今でも山手線をぐるぐる回ってるんじゃないですかね。和道は。拾いに行かないとね。モチベーション下がってる時期なんですか？なんかわかります。下がるよね。わかるわ。なんか下がるよね。いや、だから、本当はね、配信やらないべきなんじゃない？だから本当に気分は、本当に、いや、今日どれくらいさ、あれかっていうとね、ニコ生で和道じゃない名前でやろうかなっていうぐらい、適当な感じ。本当に新規と話してみたいなとか思って。もうさ、どこ行ってもさ、配信界隈だったら、ぶっちゃけた話も、なんだろう、コメント打つだけでもさ、あ、和道さんだ、とか言われるわけよ。もう、なんか、でも、俺はほら、リスナーあんまりさ、あんまりやらないからわかんないんだけど、できれば喋りたい方なんだよ。できれば。喋ってたいのね。はい、ワード2。風邪ではないよ。リスク。いや、例えば5アカウント作って制限オーバーって出たら一回退。ああ、そういうことか。5アカは作れるんだ。たくさんいらっしゃい。ニコ生を、なんか、全く別の名前でやろうかなとかも思ったり。なんかね、もう、なんか、なんつうんだろうな。なんだろうな。うまくいきすぎてて嫌だ。ふわっち来てから、うまくいきすぎ。いろいろ。なんかね、やっぱね、逆境が好きなんだろうね。多分ね。苦難とか逆境とかが大好きなんだと思う。こじるならふわっち。別にこじるとか古い考え方だと思うけどね。古巣が恋しいとかないよ。あ、あれ？聞こえる？あ、あ、あれ？あ、あ、聞こえる？あれ聞こえてる？古巣が恋しいとかないよ、別に。そんなんない。声でバレそう。いや、意外とバレないよ。意外とバレない。OK。そういうのはどうなんだろうね。偽ろうと思ったら声似てる人なんかいっぱいいるし、サムネと言葉変えたらね、やっぱ特定できないっすよ。いいわ、どっち。そんなね、そんな簡単にはね、バレないっす。似てるね、とは言う。YouTube 消したときに似てる。いや、今までにない。減らってるわけじゃないんだよね、本当に。減らってるわけじゃなくて、本当に。いやいやが恋しい。いや、そういうのも全然ない。ただ単に、全く別のサイトで、誰も、なんか見ない確率が高いと
ところでやる。キャスでもよかったんだよ、別に。だから。嫌よか恋しいとか別にないよ。ワドツって言っちゃうでしょ。どうなんだろうな。いや、言わないと思うよ。実はね、俺、オープニングコメントありきでやってるから、最近は。5分間ぐらいコメントないときは喋らないから。ちゃ、かっこよかった。ちゃってなんだろう。最高のデザイン、あの生地はあのお値段では買えませんね。本当にありがとうございます。本当に。うん。ありがとうね、つかちゃん買ってくれて。T シャツ。もしよかったらツイッターに写真あげてね。人のいないサイトっていうか、いや、なんか、その、なんだろうな。客層違う人となんか話してみたいなとか思ったんだよね。偽って。要は、その、和道じゃない男のキャラクターを作って、で、話してみたら、どういうリアクションがあるのかなーなんて思って。ぶっちゃけた話さ、顔出ししないでさ、声だけだったらさ、誰だかわかんないと思うんだよ。うん。あ、それでなんか、過疎生主をやってみたいなーとか思って。うん。そういう気分だったんだよね。うん、まあでも一週間ぐらいでな、多分な、20人、30人アクティブ集まっちゃうんだろうけど。あ、全然全然。うん。もしよかったら着てるの、写メ、ツイッターに上げてもらえると嬉しいですね。見てみたいですね。うん。うん、なんかさ、イージーモードはやっぱり面白くないんですよ。僕的には。いや、だから、うん、だからその、告知を入れなければいいわけでしょ。ツイッターとかに。そしたらわからないわけじゃん。うん。仕事でも遊びでも千葉環境で青い試したくなるときみたい。ああ、それにすごい近いかもしんない。なんか、なんて言うんだろう。ある程度その和道でやっていくと、まあこの先どうなるだろうな、みたいな。予測みたいなの立てやすくなってくるんですよ。自分の力量もわかるし、ある程度そのテクニックとかもついてるんで、こうやればこれくらいでこうなっていくんだろうな、みたいな。やっぱりそのゴールが見えちゃうと面白くないっていうか、うん。だから、なんかこう、うん、そういう気分だよね。うん、うん、俺別にアウトロー系でもなんでもないよ。全然アウトロー。な、俺、なんかアウトローとか言われるけど、見た目とかじゃないの。アウトローなことなんかやってないよ、全然。うん、息子に着せてあげますね。いや、息子も服選びたいでしょ。うん、自分で気に入ったのは自分で着た方がいいよ。うん、なんだろうね。うん、特になんか嫌気がさしたとかさ、嫌になったとか、へらったとか、うつとか、そういうんじゃないんだよね。うん、そこがね、なかなかね、モチベーション維持するのって大変だよね。やっぱ、努力できる人って、やっぱメンタル強いんだろうな。なんか、ある程度のものを達成するようになると、飽きちゃうんだよね。全然嫌味じゃないんだけど、全く予想つかなかった。あの時代の苦しかったけど、恋しい。うん、多分そういうのがあるんだと思う。ていうかね、なんかね、人生いつもハードモードだったから、もう逆境ばっかりなんだよ、俺の人生って。だからそっちの方が居心地がいいっていうのがあるんだと思うな。これはマジな話すると。
あのね、なんかね、こう、うまくいってるとね、不安になるんですよね。何かが順調だったなんかこう、うまくいってたりするとね、なんかね、そわ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 しちゃうっていうのはありますね。いや、モテないですね、僕は。息子気に入ってた。じゃあ来て来て。ありがとう。しばらく顔出しなしでやろうかな。カメラもぶっ壊れたし。ラジオ配信でどこまでできるのかみたいな面白そうだそれは意外とありかもしれないね。これ延長ってどうなってんだろや、不安とかはないね。なんかね、ぬるま湯が嫌いなんだよね。なんかこう、ぬるま湯っていうかさ、居心地がいい。のはいいんだけど、なんか不安になるんだよな。なんて言ったらいいんだろう、こういうの。このままでいいのかな、みたいな。逆に新鮮だよ。ガラッと聞けていい。カメラ壊れたんだよね。いや、まあ、もともとは本当にね、ラジオっぽい配信やりたいなと思ってたから、本来は、今考えると画面必要なかったんだよね。カメラは必要ないで試せばよかったんだろうけど。なんかカメラ使ってやるのが当たり前だと思ってたから、顔出しするのが。だからそれでやっちゃったんだけど。まあラジオでしばらくスキル磨くっていうのもありかもしれないよね。逆の発想で。なんか新しい縛りをつければいいんだと思うんだよね。なんかだから、全く違う名前でやってみようかなとか。なんかね、ちょっとハードモードにしてね、何かを鍛えたいんだと思う。画面出さないっていうのはありかもしれない。ことごとく外してすいません。いや、合ってるんだと思うんだけど、なんだろうな。本当は順調じゃないとかじゃなくて、なんだろうな。なんかね、俺、ルーティンワークは苦手なんですよ。なんか、まあ、ぶっちゃけた話、1日枠回せば1万円稼げるってのがだんだんなってきて、5、6000円稼げるってなってきて、あとは金額上げていくゲームに変わっちゃったんですよ。なんか、達成できないものを達成する喜びみたいなのじゃなくて、0のものを1にするのがすごい好きな性格なのね。誰もが不可能だと思ってる、なんか、こう1のことを達成するのが好きなんだけど、0から1。でもね、1から100にするのはね、もうなんかぶっちゃけた話見えるじゃないですか。誰でもできることじゃないですか、それは。なんかそういうのはね、なんかげんなりしちゃうっていうか、なんか疲れちゃうんですよね、逆に。おいっすー。花火上がったらどうするの？上がんないっしょ。上がったら考えるよ。マタニティブルーみたいでいいと。マタニティブルーとはちょっと違うんじゃないかな。何なんだろうね。なんか、全く別のことやりたくなっちゃうんですよね。どうも、チョリッス。なんかね、ネガティブな感じではないんだけどね。なんか再発見みたいなのがないんじゃない？そうしない。あれ？聞こえてる？なんだろうな。メーターが反応しないな。なんかね、再発見していいんだと思うよね。鬱なのかな？気づいてないだけなのかな？
満足してしまうんじゃなくて、満足するのが大嫌いなんですよ。満足するのが嫌いだから、満足できない状態にしたいっていうか、常に飢えてたいんだと思いますよ。足は未だに痛いっすね。聞こえる？なんだろうな。足は未だに痛いっすね。足はまだ痛いんですよ。うつなのかな？気づいてないのかな？ちょっとわかんないね。自分ではうつ、全くうつではないと思ってるんだけど、もしかしたらなんかのうつの兆候なのかもしれないね。でも別に、会社も、会社もさ、ちゃんと行ってるしさ、別に、あれですよ。楽しいですよ。目標を上げるとか。いや、目標を上げてるんだけど、だから、なんか金額を増やすゲームになったら本質的に違うと思ってて。どうなんだろう。なんかワクワクすることがしたいですね。音声だけ。なんで、まあ、それをずっと今まで話してたんですけど、まあ、気分というか、まあ、そういう感じですね。気分ですね。気分です、完全な。そういう日があってもいい。だって人間だもの。なんだっけ？斎藤はじめさんだっけ？斎藤はじめってさ、確か、個人事業主だ、要は、現金資産を一番日本で持ってんの、斎藤はじめさんなんだっけ？さ、いろんなね、億万長者とかいっぱいいるけど、実は株式とかなんだよね。現金商売とか現金ビジネスをさせたら実は一番金持って稼いでたのは斎藤はじめさんだって言われてるよね。人間だもの、その人だと思うけど。元気？いや、元気っすよ。いや、もう、なんだろう、配信者としてのスイッチを切ってますね、今。今切ってるだけです。始末高光モードですね。相田みつをか。全然違ったね。すまんすまん。人間だもの、相田みつをだ。申し訳ない。そうだ。斎藤はじめじゃない。ん？斎藤一人か。なんだかわかんなくなってきた。頭回ってないね。ボケてるね。人間だもの、相田みつをか。ノンタンは減らってますね。ノンタン減らってます。いや、振られてはいないですよ、別に。あんまりでも女に振られたとか振られてないとかあんまり減らる理由になんないっすね。僕は人間関係結構ドライなんで、なんだろう、去る者は追わないし、近くにいる者を大切にすることしかできないと思ってるんで、別に、ノンタンに限らず、親友とか、言葉を信じてないっすね。あんまり。親友だとか家族とか、恋人とか。そういうふうな振る舞いをする人とか、そういうふうに心がこもってる人、そういうふうに心で返すだけなんで、振られるとか振られないとかじゃなくて、離れたものは追っかけないっすね、僕は。うつはうつるっていうし、ちょっと影響されてるのかな。ああ、どうなんだろうね。まあ、それは影響されるだろうね。まあ、彼女は一番近い存在だし。影響はあるんだろうけど。そういうのはあるだろうな。
なんかさ、ほら、人間って気分で物を話す生き物だと思ってて、本当にその理性で話したりとか、頭のいい人って俺 1% もいないと思ってるんですよ。ほとんどの人がその時の気分で発言とかさ、あんまり考えてないと思ってて。うん。だから、なんつうんだろう。あんまりそういうのに振り回されたら良くないなと思ってるから。ヘラルっていうのはね、うつ状態のことをヘラルって言いますね、よく。インターネットでは。うつ状態になる状態のことをヘラルって言いますね。もともとメンタルヘルスから来てるわけだから、ヘラルってヘルスって意味だから、健康って意味だよね。ヘラルっておかしいよね。健康って意味なはずなんだけど、語源からすると。うん。うん、まあ、俗に言う、うつっぽくなることをヘラルとか、病、なんか精神病っぽくなることをヘラルって、ネットでは言いますね。え、これカズさんのアカウントだけど、旦那さん、私もってさ、これ旦那さんの方のアカウントでコメント打たないでよ。ちょっと待って、人格がどっちかわかんなくなるんだけど、普段打ってるカズさん、あなたは誰？夫婦でアカウント共有するとさ、二つの人格があるから、そうなんだよね。カズさんって、なんか奥さんの方がちょっと俺に対して高圧的で、旦那さんの方が温厚なんだよ。だからね、今日は奥さんの方、これでは申し訳ないと思ってる。のんたん、帰ったんですか？うん、帰ってるよ、ちょいちょい。うん。いや、別になんもないよ。うん。そうそう。カズさんはね、結構ね、私は妻。そう、妻の方はね、なんか俺に対してね、ちょっとだけ高圧的なんだよね。旦那さんの方はね、すごい低姿勢なコメント打つんだけど、いい人なんだけど。なんか人格がコロコロ変わるからね。あ、やっぱり、あれか、夫婦でアカウント共有してるのか。うん。なんかね、全然変わっちゃうんだよね、セリフが。パソコン共有してるからだろうね。まあ、これはしょうがない。いや、夫婦で見てもらってるのはありがたいよね。アカウントね、やっぱね、分けづらいんだよ。ログアウトしてログインするってめんどくさいんだよね、結構家のパソコンとかだと。家で共有で使ってるものだとね、パッと見て、パッと変えるって難しいよ、やっぱり。うん、めんどいよね。俺も飲んだんだ、ほら、放送見てるとき、俺のアカウントでコメント打ったりとかしてんの。やめてっつって。そう。ああ、間違えたとか言ってるけど。うん。やっぱめんどくさいよ。生の人として大好きだよ。いや、わかるよ。奥さんも俺のこと好きなのわかるんだけど、だから言い方がさ、じゃあ生の人として大好きだったら人としては嫌いなのかって話になってきますよ。いや、まあ、別に、好意的に見てくれてるのはわかるんだけどね。やっぱね、全然コメントから人格がわかるようになってきてたんだ。いや、元気だよ、全然。うん。うん。いや、なんだろうね。別に心配するとか、減らってるとか、ほんとそういうんじゃないよ、全然。一言で言うとね、ぶっちゃけた話、もう本当にね、今度ね、客の前で言うことじゃないんだけど、客っていうかね、もう、本当ね、見てくれてる人に申し訳ないんだけどね、もうぶっちゃけね、なんか、ちょっと飽きたんだよね。ちょっと飽きちゃったっていうのが、
あのね、なんかね、飽きてんだよね、今、配信に。だから、刺激の強いことやったらダメなんだよな。まあ、本当プロとして最低な発言なんだけど、まあ、だるいよね、正直ね。全然減らってないんだよ。めっちゃだるくてさ。なんかもう、そう。だるいんすよね。そう言っちゃうんだけどさ。本当は言いたくないんだよ。まあそう、仕事になってんだろうね。多分ね。スランプではないね。むしろ、稼ぎはいい方だから。スランプっていうのはそういうことじゃないよ。頑張ってるんだけど結果が出ない時でしょ。違うから。練習したくないっす。だるいんで試合出たくないっす。っていう感じ。いやいや、お前今成績いいじゃん。みたいな。いやー、めんどくさいっすね。みたいな。頭痛いんで帰っていいっすか？みたいな。いや、試合だよ、今日って。お前、レギュラーじゃんみたいな。いや、無理っす、みたいな。なんか、僕、あれっす。球、追っかけてる方が好きっすわ。球が来ちゃうんすよ、最近。球が勝手に足に来て、足に当たったらゴールに入っちゃうんすよ。そういうのつまんないっすよね。俺、球追っかけたいんで、みたいなさ。わかる？そういう感じかな。スランプではないよ。わかるでしょ。わかりやすいでしょ。好きなことをする辛さじゃなくて、だから配信が好きじゃないよね、今。全然好きじゃないよね。今はね。今。全然好きじゃないもん。お前ら知らないだろ。配信をやらないで目覚めた時の朝の綺麗さ。仕事終わりの帰り道のビルの美しさ。そこで一息、公園で一息一服する時間の豊かさ。ああ、素晴らしき人生。ああ、美しき人生。知らないでしょ？配信もばっかりだから。もう仕事してても飯食ってても、ずっと配信見ちゃってさ。今は幸せすぎて、そうしたいことなくなったんだよ。それ！正解！正解。そうなんだよ。俺はやっぱり逆境とか不平不満とか、要はね、俺、やっぱり、パンクスなんですよ。パンクス。やっぱりパンクの精神だから、反社会的なの。反政府的なのね。でも、俺は今、ノーエネミー。わかる？わかりる？ノーエネミーなんですよ。そう。そう。だから、変わっちゃったんだよ。そう、リア充なんだよね。だって、どれくらいリア充かっていうとさ、和道くんの配信見て元気もらいましたっていう DM とか、和道の配信見て、俺、働こうと思って、今日、職場見学して面接してきたよ。ワド、一緒に頑張ろうな、とかさ。もうさ、なんかさ、すげえのよ。なんかもう、ファンレターみたいな、ガチの ガチのやつがいっぱい来るの。なんか違うなと思って。なんか違うなと思って。絶対、こいつら、相談する相手と、感謝する相手、絶対間違えてると思って。絶対違うと思うんだよね。和道のおかげで働くことができそうだよ、みたいな。なんだこれ、と思って。12月はいくら稼いだの？書いてあるよ。全国配信は中止？
配信やめようかな。全国配信とかも配信自体やめちゃおうかな。吉本興業に NSC とか NSC とか入ろうかな。なんだろうね。中止っていうか、まあ、引退引退引退っていうか、消滅っていうかね。ね。そんな感じかね。はい、ワードツ。もう、俺、ほら、漫画家になりたいってずっと昔から言ってたじゃん。だから、俺、今から、ちょっと、ワンピース超えの漫画家になろうかな。いい配信者やめて、ちょっと漫画家目指しても。それほど立派な人間じゃないぞ。そうだよ。やだって。いや、だから、もうね、もうだから、だからもう、なんか、まあ、実際危ないなと思ってんのが、結構本当に信者が増えてきたんだって。アンチをいなくなったらやばいっていうの。俺、だから、本当にね、朝原昌光みたいになってきてんだって。今、この和道の異常なゼミナールが、ちょっとカルト化し始めてるのよ。ちょっとやばいなって思ってるの。信者が増えすぎてて。このまま行くと、ちょっと信者が暴走する可能性があるから、ちょっと一回冷まさないと。そう、教祖になってきてるんだよ、本当に。アイテム詐欺って言われちゃう。だからそっちの方がやりやすいよね。はい、ロクちゃん、バカありがとう。なんかね、そうなんだよ、迷える子羊たちがガチで集い始めたから、危険な香りがするでしょ。危険な香りが。教祖、あ、じゃあ、まあ、教団作るか、教団。浅井さんを神様にご本尊にして、そうだね、そうなんだよね、ちょっとみんなの期待を裏切りたいところが出てきてるよね。ちょっと危ないんだよね、政治的な放送。いや、まあ、なんつうんだろう、俺ね、これね、ほんとね、政治配信者にも政治家にも申し訳ないけど、俺、政治家っていう職業をかなり見下してるんですよ。政治家って人手なしがやるもんだと思ってるの。で、頭が悪いやつが政治を語るもんだと思ってるから、俺はね、それで政治の話をあんまりしないと思ってるんですよ。浅井さんご本尊でいいでしょ。ふわっちなくなったらどうするの？いや、どうもしないよ、別に。別にどうもしないよ。なくなったもんはなくなったんだから、どうしようもなくない？国会議事堂の前で一人でデモとかするの？じゃあ。やらないでしょ、みんな。ふわっちを返せって言う、やらないでしょ。あ、潰れちゃったで終わりでしょ。せっかく部屋掃除してるのに。いや、飲んだんね、冷蔵庫の中におかず作りすぎ。俺びっくりしたんだけど、冷凍のチンして、コロッケとイカフライチンしてたら、サバは出てくるし、揚げ出し豆腐は出てくるし、お吸い物はいっぱいあるし、冷凍庫の中にご飯のストックが5個くらいあって、俺びっくりしたんだけど、あ、ご飯炊かなきゃと思ったら、冷蔵庫の中に全部食い物あって、ドラえもんかよと思っちゃったよね。世直し。世直しってね、無理だよ。俺のこれ考え方なんだけど、世の中直そうとか無理だよ。だってね、世の中直そう、良くしようっつってね、こんなにぐちゃぐちゃなんだもん。人間が片付ければ片付けるほどね、カオスですよ。
だから本当に、本当に用を直そうとするんだったらね、多分ね、俺は押しちゃいけないブラックボックスの中のボタンを押しちゃうね、多分ね。大量殺戮ですよ、本当に。世直しするんだったら全人類滅ぼさないと。無理ですよ。カオスですよ。料理面白いんだもの。ノンタンと俺は同い年でなんか嬉しかった。いや、まあ、いや、いいんだけど、それは。なんかね、刺激が欲しいよな。本当に。乳首ちぎってみようかな、今から。左の乳首思いっきりちぎってみようかな。それくらいの刺激欲しいよ、俺今。それくらい、今、俺は平穏としてるよ。今、左の乳首をねじり切るぐらいの刺激が欲しいよね。のじゃねえ。痛い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 酒は飲まないかな、もう。年始にね、ワン太郎っていう可愛い後輩が来たからね、いい酒でも飲めるかなと思ったけどね。やっぱり別に酒なんてね、誰と飲んでもまずいもんはまずかったよね。噛んであげようか。ちぎる前に思いっきりつねってみればいい。誰かに喧嘩売りに行こう。発想がさ、中学3年生だよね。発想が中学3年生だよ、それ。なんだろうな。自給自足の村を作る。いや、別に自給自足じゃ、まあ無理だと思うよ。完璧な自給自足は無理だと思うでも、まあ、それを、やっぱね、それはね、環境だからやっぱ無理なんだよ、それは。ディズニー行こうか。子供になれ。そうなんだよね。そうなんだよ。答えはそこ。いててて、ひ、右、膝、痛い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 、
いやだからね、山手線の配信の時にね、脳内麻薬出しすぎたんだよね。完全にぶり返しが来てるだけなんだよね。ああ、それだね。燃え尽き症候群だよね。本当に。やっぱほら、俺に不可能っていう言葉ないからさ、何でもできちゃうからさ、休んでいいけど遊んで、来ないじゃん、家に。のんたんが遊んでくれないから元気ないっていうのもあると思うよ。赤ちゃんプレイしてみる。何それ。どういうこと赤ちゃんプレイって。5月病には早すぎるでしょ。あ、でも5月病みたいな感じかもね。俗に言うサラリーマンで言うところの5月病みたいな感じだろうね。
5月は俺誕生日月だからそんなことしてる場合じゃないよ。いかにリスナーに課金させるかだけ考えないといけない1ヶ月だから、もう2ヶ月ぐらい前から告知に次ぐ告知、欲しいものリストの作成、あどけない笑顔、透き通った声、曇りなきまなことかいろいろやんないといけないことあるから5月は。まあね、鬱になってる暇ないですよ。うん。今から行こうか。来てもらおうかな、ノンタに。配信する気ないくせに。いや、5月は配信する気ありますよ。今ないだけであって、今ないだけであって、5月は、それはそれは課金に次ぐ課金ですから、5月はやってますよ。5月は。5月はそんな楽しくてしょうがない時ですよ。5月21日は。モンタンと赤ちゃんプレイ。バースデーケーキ課金したけど、誕生日まで使えない。そうだよ。これもいわゆる一つの告知ですよ。はい、待ってまーす。今やらずに5月だけってわけにいかないよ。まあそうなんだよね。いや、どうするマジでこれ。なんかね、もう本当にね、もう、はい、ふわっちの配信ボタンを押すのが重い。本当に。のんたんに甘えてみる。ああ、俺だってずっと甘えてるもん。ひどいよ。俺、いや、まあ、ひどいよ、結構。まあ、さ、よくさ、配信でのんたん何々取って、水入れて、とかよくやってるな。あんなレベルじゃないよ。あれを全部でやってるんだよ。のんたんお箸。のんたんお風呂入るから、背中流して。うん、先に出るわ。のんたんドライヤー。のんたん体拭いて。パンツ履かないとダメでしょ。パンツいらない。履いて、お願い、風邪ひくから履いて。アドさん履いて。やだ。だから俺が寝たら履かせておいて、朝起きたら履いてる。のんたん仕事行くから、お湯。のんたん今日体拭いて。ガス止まったから。お湯沸かして体拭いて。もうほんとこんなレベルだよ。で、のんたんが、はい、はい。アドさん体拭くよーって。ほんとそんな感じだよ。はい、ワード2。うん、気が乗らないなら配信をお休みするってのも手だよ。いや、だからもう完全にそのノリだよね、俺は。うん。あんな配信大好きだからって言ってたのに。いや、だから俺ほら、嘘つきだから。気分で言ってるだけだから、俺は。うん。配信別に嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。うん。うん。うん、そうそう、めんどくさいだけ。甘えてる声だけ流す配信希望。ああ、いいよ。あ、だからプライベートな配信、音声だけ流してみようか。いかに俺が最低な人間かわかるよ。で、いかにノンタンが人格者かわかるよ。うん。本当に。あ、ほら、いつも言ってるけど、俺の理想系は赤ちゃんだから。俺の完成系は赤ちゃんだから。うん、そう。俺が泣いたら全て叶う状態にしたいのよ。俺が、わーって騒いだら、ご飯持ってきてくれたり、ね。要は、俺の気に入ることを、全員が、俺の周りの全員がやるっていう状況が、俺の理想。わーどうしたの和道さんって。わーお腹空いたんだね。そういう時間だね。何食べないのわー甘いの食べたいんだね。今買ってくるね。ってわーどうしたの？お水飲みたいの？わあ！ああ、ごめん、コーヒーだったね。もうそういう生活がいい。うん。甘えてるのは、のんってやつのせいだから、早く切りなさい。いや、俺は人間関係切るとかないから。うん。だから選択肢は二つだよね。近くに寄るか近くに寄らないかの二つしかない。俺は、すべて迎え入れる。うん、ムカつく？でも可愛いぜ、俺。ノンタン以外にワドニーする人が増える配信。
いや、どうだろうね。性的に無理でしょう。俺が女だったら、俺大嫌いだもん。俺がもし女だったら、男として魅力を一切感じないね。無理。俺女だったらどういう男に惚れるんだろう。俺は、あれだな。嫌だな、なんか。ノンタンすごい。ノンタンすごいっていうか、俺と付き合う人はそういう人じゃないと無理だから、全員そうなるね。全員そうなるね。俺と付き合うよ。付き合う人は。でも、ノンタンのすごいところはやっぱ、ご飯ができてるし、洗濯物が完璧にできてるよね。やっぱり。素晴らしいよね。先手がすごいね。先手が。じゃあね、俺は、だからよく言ってるのは、俺にとって最高の女になりたければ、俺にとって最高のことをすればいいだけなんだよ。だから、絶対条件みたいなのないの。全人類の女性にチャンスがあるけれども、要は、俺にとって最高のことをし続ける女性が、俺にとって最高の女性だよって、すべての女性に言いたいよね。一番になるのを決めるのは俺じゃないよって。みんなだよ。みんなに権利があるからねっていう。和道の隠してたクズっぷりが久々に出てきてて楽しい。全然隠してないけどな。全然隠してないよ。全然隠してない。でも、俺は本当にそう思ってるよ。すべて、俺にとって最高の女のになる権利があるんだよ。すべての女性に。それをするかしないかは、すべての女性たちの問題だから。俺の問題じゃないのよ。俺は本当に、それはずっと生まれた時からそう思ってるよ。俺の仕事っていうのは、俺らしく生きることだからさ。あるがままにさ、こう、生きるだけですよ。私は無理だわ。マジか。まあ、だから、ノンタンがチャンスアップしたよね。ノンタン今喜んでると思うよ。ライバルが今一人減ったわけだから。はい、ワード2。そう。無理かどうかを決めるのは俺じゃないんだ。みんななんだ。ただ、俺は、近くにいる人を最高に幸せにする力を持ってるけどね。今日、いつもと違う。あれ、キャラ間違えた？二日間休んでたから、ちょっとキャラ忘れちゃったのかな？大丈夫かな？なんか不安になってきたな。あれ、キャラ違う？変えてこようか。ワードを呼んでこようか。やっぱニコ生でやるべきだったかな。
呼ぼうか。幸せ病なのかな。フォロワー大量に減るパティーン、これ。マジか。ライバル一人減ったとか、マジだり。なんかあれだな、さっきからあれだな、ヒデピョンなんかラッパーみたいになってる。大丈夫？だりーしか言ってないよ。B ガールなのかな、幸せ病か、なんか陰踏んできそうだよね。ラップバトルする？ヒデピョン。ラッパー目指そうかな。今からラッパー目指そうかな。フリースタイルダンジョン目指そうかな。般若超え。できるよね、俺だったらね、多分ね。1ヶ月間ぐらい本気でラップ勉強したら。フリースタイル、ラッパーとしてフリースタイルダンジョン挑もうかな。ラップの大会とか出てみる？配信回して。それ面白くない？ライブハウスとか、地下ライブハウスとかでさ、フリースタイルラップとかさ、やってるじゃん、大会とか。あそこ殴り込みに行くって面白くない？ちょっと。それやってみようかな。それはなんか来たぞってラッパー界がざわつくでしょ。おい、マジかみたいな。ワド来たのかつって。メーンつって。来たぜ、メーンって。あ、それ面白い。そういうバカなことやりたいよね。賛成だよね。サイファーとかやってないかな？渋谷とかで。サイファーにいきなり殴り込みに行こうかな。なんか、ガキツカの山崎邦正のラップのコント知ってる？なんか、山崎邦正、月亭邦正が、なんか、ラップってよく考えたら、落語だよねって、落語をリズムに乗せてるだけだから、俺落語家だから絶対勝てるとか言い始めて、商店街を歩いてたら、なんか、いろんなやつにラップバトル仕掛けられるんだけど、それがすげえ面白かったんだよな。いやー、ああいうのやりたいな、配信で。むちゃぶりって面白いよね。そうそうそう。バカみたいなことを真面目にやった方がやっぱ面白いよね。そういうの楽しいよね。人を幸せにするよね。刺激がないからたまにニコ生で配信したら。今日ね、ちょっと考えたんだよね。ニコ生アカウント買おうかなとか思ったよ。
で、フワッチで本当は顔出しなしでやるんじゃなくてね、サブアカウント作って、閲覧ゼロでやってみようかなと思ったんだけど、なんかサブアカウントが作れなくて、いや、ラジオ配信でもやろうかなと思ってさ。うん。それでね、今に至るわけだよ。それが究極だわさ。なんか、ワンピース一巻から読むっていう苦行もあるよね。ワンピースを一巻から、もう、だ相当出てるでしょ。でもやっぱ面白かったの、16巻、あ、やべ。よいしょ。16巻くらいが一番面白かったような気がすんな、ワンピース。今何巻くらいまで出てんだろうな。なんか、あれだな。1ヶ月1週間。配信ちょっと離れてみようかな。お、仕事サボるさんいらっしゃい。まどつ。私もバカなことをやってきたからな。配信ちょっと離れるか。いや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 、寂しいよとかさ、引退しないでくださいとかないの？他の配信者のところであの弾幕みたいに流れるやつないの？お前ら。はぁ？行かないでください。明日も待ってます。配信続けてください、和道さん。はぁ？なんなん？止めろや、少しは。違うでしょ？止めてほしいだけでしょ？なんで止めないの？腹立つわー。腹立つわー、ほんとに。もう全然わかってない。乙女心を全然理解してないよ。休んでこい。はぁだよ、ほんとに。はぁ？しょうもねえな、マジで。しょうもねえわ。教育が行き届いてない。教育が全然行き届いてない。本当に。お休み推奨。和道を甘やかさない優秀な和道リスナーたち。全然甘やかさないよね。なんかもっと可能性のあるその未来を考えようよ。もしかしたら和道にはこの可能性があるかもしれないっていうさ。俺の中に眠ってる無限の可能性引き出してみない？今から。俺の中に眠ってる無限の可能性の引き出し一個ずつ開けてこう。みんなで。甘やかす係のんたん。ある意味はどう好みでしょう？厳しい環境。いや、厳しい環境とかじゃないでしょ、ほんと。マナー違反だよ、これ。一ヶ月休んだら何人フォロー減るんだろう。三日休んだけど増えてたからね。俺びっくりしたんだよ。三日休んで一人増えてるってさ、どんだけ、
ニコ生じゃ考えられねえよ、ほんと。ニコ生のルールと全然違うんだもん、ふわち。増えるのって思ったもん。俺さっき配信のマイページ見てびっくりしたよ。一人増えとるかな、つって。増えちゃったから。びっくりするよね。だからね、やっぱね、ふわっちのリスナーさん優しいんだよ。みんな。みんな優しいんだよ。一回消えてみるとか、もうそれやったから、いや、だから、消えてみるっていうか、だからもう本当に、俺この3日間真面目に働いちゃったからね。真面目に働いちゃったよ。頑張っちゃった。柄にもなく。お昼ご飯、同僚の人たちと一緒にご飯食べちゃうから。今日どこ行きますって。じゃあ一緒に行きましょう。明日もどこ行きます。普通の生活が新鮮とか言って。3日暇だった。バドーシンドロームだもんね。和道欠乏シンドロームでしょ。健全ね。ちょい悪和道。戻るっていうか別に俺キャラ変してないかな。もともと。俺はもともと全然キャラクター変えてるつもりはあんまない。いや、それはあれだよ。なんかこう、なんつうの、気が乗ってる時と気が乗ってない時みたいなある。あるよ、そりゃ。キャラは変えてないよ。あんまりね、キャラクターに振り回されるっていうのはよくわかってるから。あんまりね、キャラクターにこだわったらダメなんだよね。っていうかさ、アスカ・キララっていう AV 女優知ってる？アスカ・キララ。みんな知ってる人手挙げてくれます？アスカ・キララだと思うんだけど、アスカ・キララっていう AV 女優、俺ちなみにそのアスカ・キララさんの AV は一回見たことないんですけど、みんな知ってる？アスカ・キララって名前とか顔とかイメージつく？知ってる？みんな。最新の、その人も整形60回ぐらいやってるんだけど、アスカ・キララの最新アップデートの顔見ました？最新アップデート。すごい可愛くなってて、大絶賛されてんの知ってる？今までもうネタにされ続けたの、顔が変わるたびにサイボーグとか、なんかもう、怖いとか、顔いじりすぎとか言われてたんだけど、あのね、最新のアップデートがめちゃめちゃ整形してて、すごい可愛いとか、もう整形でも可愛く、ここまで可愛かったらありとか、もう絶賛されてんの。で、その顔が俺どっからどう見てもニコ生のミウにしか見れないの。それがすごいツボって、どっからどう見ても、ニコ生のあのさ、一時期美人すぎるニコ生主って言って、すごい一世風靡した女性生主がいるんだけど、どっからどう見てもミウなの。労働の喜びを知りやがって。いや、まあ、働くってやっぱ、なんつうの、いいですよ。なんか毎日決められた場所に行くって悪くないですよ。
素晴らしいですよ。毎日決められた場所に行き、顔の知ってる人たちと、こう、一緒に顔を合わせるっていうのは悪くないですよ。素晴らしいですよ。アスカ・キララ、整形バージョンアップ成功したのはすごかったな。もう60回ぐらい顔変えてるんだけど、多分今までで一番美人だと思う。なんかナチュラルな可愛いみたいなさ、なんか素朴系美人みたいなね、顔に整形してた。だからそうだよね、貴族じゃないんだから。いやでもね、やっぱね、人間って労働大事だなと思う。労働っていうかなんだろうな。労働、あのね、宮崎駿が庵野監督ってほら、エヴァンゲリオンになんで切れたか。まず作風にいろんなところに怒ってるんだけど、うわ、宮崎駿らしい切れ方だなっていうので、一番ね、そう、宮崎駿らしいなって思ったのが、なんかね、消費ばかり描いていて生産がまるでなってないって怒ったらしいの。確かに宮崎駿のアニメって消費もあれば絶対労働が出てくるんだよ。もののけ姫で言ったらタタラバとか働く人とかさ、紅の豚でも飛行機作るおばちゃんたちとか、魔女の宅急便ではパン屋さんとか、なんかね、その生産する喜びと消費する喜びのバランスがすごく良くて、あ、宮崎駿天才だよね。そこまで考えてアニメ作ってるんだよね。働くことと消費っていうのは同時に行われないといけないと。ただ、お前の書いてるアニメは何だと。あの、エヴァンゲリオンっていうののエネルギーはどうなってるんだと。そのエネルギーはどうやって作ってるんだと。なんだあれはと。なんだ使徒って。使徒を壊してるだけじゃないかっていう。地球ぶっ壊しただけで生産してないじゃないか、君たちはって言って怒ったらしい。すげえ、哲学だよね、もう、その域まで行くと。風立ちぬで庵野を公開処刑。いや、あれはね、仲直りしたんですよ。もののけ姫の時に3年間ぐらい絶縁してたんだけど、仲直りしたんですよ、その後。鈴木敏夫さんがね、場を設けて、サハラ砂漠旅してた、庵野を呼び寄せてね、サハラまで旅行して、サハラで再会して対談やって、それで仲直りしたんですよ。だから仲良くなったのはもう、ここ最近ずっと仲いいかな。一時期もうすごいディスり合ってたけどね。なんか、宮さんは古いみたいなこと言ってたりとか。なんか、すごかったよ、師弟対決が。でも、あの師弟感はすごい好きだったから、なんかね、庵野がね、中二病みたいに、宮崎駿をね、やっぱ親なんだよね、師匠なんだよね。で、なんか、ディスるっていうか、なんか、なんつうんだろうな、ライバル視するみたいな時期があって、で、庵野もなんか、庵野じゃない、宮崎駿も、なんかやっぱり興行成績でエヴァンゲリオン上がってきて、で、庵野が仕掛けたんだよ。もののけ姫の興行って、実はね、映画界のタブーって言われてるんで、エヴァンゲリオンと興行かぶせたんだよ。ジブリに喧嘩を売る形じゃん。なんかね、アニメ界の、そのローカルルールじゃないんだけど、興行をずらして、お互いの映画が、順繰り順繰り客入るようにするっていうのがね、結構、なんか定説だったらしいんだけど、あんのがね、それをね、もののけ姫っていう超大作に喧嘩売った形だったんだよね。それでぶち切れたんだよ。その時の宮崎駿が面白くて、あんな映画見るわけがないとか言ってたりとか、映画の内容をディスってたりとか、もう話が二転三転しててすげまあでも、ああいう関係は憧れる、正直。なんか人生でそんな人って、師匠って呼べる人います？本当に。みんなの中にいます？この人、
に死ぬほど憧れて、背中を追いかけて、で、疎ましくっていう存在いる？みんなの中に、人生の中に。なんか師匠と弟子って日本独特の文化だと思うけどな。羨ましいよ、俺は。ああいう関係が。だから、宮崎駿、スタジオジブリってさ、あれ？聞こえてる？あれ？電波切れた。あ、コメント止まっちゃったよ。あれ？止まった？あ、大丈夫？見れてる。定期的にここのリスナーってなんか急にみんなでロムるよね。なんかね、何の話？師弟関係で。聞いてる。何の話してたっけ？師弟関係で。憧れて。聞き入ってるのか。なんか日本的な文化っていうかあるのか。アダルトビデオ見ながら聞いてるとか言いますよ。あ、全然いいよ。俺もね、よくやる。暗黒放送のみどりさんの声を臨時にダミーとして流しながらヘッドホンで AV ガンガンに聞いてるっていう。傍から見るとね、暗黒放送を見てるに見えるけどね。AV 見てる。俺にとってだから配信の師匠で言ったらうなちゃんマンだろうね。まあ、うなは認めないだろうけど。口が裂けても認めないし、うざいって思ってるかもしれないけど、俺はまあ、ずっとうなちゃんマンを追っかけてやってきて。まあ、もちろんスタイルも違うし、リスナー層も全然違うけれども。俺はやっぱりそのうなのスタイルっていうのが、やっぱ一番好きな配信のスタイルだから。俺は師匠だと勝手に思ってるね。シャンマンのスタイルが一番好きだね。師匠ってなんかいいよね。なんか今さ、なんつうんだろう。なんかこう、なんだろう。最近の若い子って、本当に人間関係構築するの本当下手だよね。先輩、後輩、師匠とか、なんかいろんな人がいた方が多分面白いと思うんだけどな。周りにね。いろんな人がいた方が絶対面白いと思うけどね。なんか刺激になるよね。やっぱ暇じゃん、暇つぶしだからさ、人生って。
あれはなんか理想の師匠と弟子って感じだよね。うん、そうだね。なんかこう、あれだよね。生産その、行き過ぎてるとやっぱダメだよね、なんでもかんでも、その、なんかこう、絶対的なさ、正しいっていうことってないじゃん。なんかこう、もっと回り道とか寄り道とかを許してもいいような気がするけど、なんか勤勉さが俺は、勤勉なのはいいことだと思うんだけど、なんかこう、日本ってちょっと堅苦しいところあるんじゃないかなとか思ったり。なんかあれだよね。釣りバカ日誌みたいな世界観っていいよね。なんかこう。あれってなんか仕事楽しそうにやってるイメージある。釣りバカ日誌ってなんかいいよね。なんかよく話するんだけど、なんだっけ、会社で利益を上げることって、会社内では正義だけど、国単位でそれやると国家が潰れるっていう理屈聞いたことがある。だんだんね、それが分かってきたんだよね。そう、びっくりする。経済の理屈ってすごい面白くて、会社って利益を上げれば上げるほどいいことだと思ってるけど、国がその考え方やると、国家単位になると国は潰れるっていう理屈わかる？その話を理解したときにね、ああ、神様ってすげえと思ったの。優秀な人間だけじゃ世界が回らないようにできてるんだって。それがすごい面白かったな。理解できる気がしない。例えば、従業員の感覚と、社長の感覚と国家を運営する官僚とか総理大臣の感覚って3つのステージで分けるとするじゃん。で、労働者は時給が高くて楽な仕事がいいんですよ。でしょ？時給は高ければ高くて楽な仕事がいい。ただ今度、社会的なニーズっていうのを考えると、そんなものは存在しない。人気のある仕事っていうのは全部時給が安いんですよ。で、やりたくない仕事って言われるのは高級。それは需要と供給でわかると思うの。ここまでは。で、あ、アリの世界すごい。そうそうそう。アリってすごいんだよ。その話も後でしようか。で、今度、医者っていうのはほら、国が守ってるから。まあ、経済の話だからさ。で、今度は、社長はどう考えるっていう、優秀な人材をより安く雇いたいわけですよ。でもそんな人いないわけですよ。だから優秀な人間っていうのは、高い給料払わないと維持できないでしょ。で、会社単位になる、社長と労働者が合わさると会社になるけれども、利潤同期って言って、会社って何のために作るかっていうと、利益を追求するだけ、ダメ、だけなのね。簡単に言うと。
簡単に言うと理順動機って言って、キリスト教のね、それ考え方にも出てくるんだけど、儲かる会社はいい会社に違いないっていうね、めちゃくちゃな論理があるの。儲かってるっていうのは、社会に対していいことをしたから儲かってるんだって。だからアメリカでは、金持ちは尊ばれるの。なんでかっていうと、雇用を生み出してて社会にいいものを与えてる人だから、お給料いっぱいもらって当然だっていうシンプルな考え方するの。日本では逆で汚職とかあるから、そう考え方当てはまらないんだけど。だから性善説だよね、簡単に言うと。で、そうするとさ、今度会社がいくつもあるわけだ。じゃあ仮に100個の会社があるとします。日本に100個しか会社がありませんと。で、極端な例なんだけど、同じようなジャンルの会社とするじゃん。もう絶対にありえない理屈なんだけどね。で、そうすると、一社っていうのは、利益を上げるために、従業員の給料をカットしました。さっきも言ったけど、安い人件費の方がいいでしょ。だから、人件費を半分にして、倍働かせましたと。要は、4倍過酷な企業を作る。企業、要は、労働者に対して4倍過酷な状況を作ると。そうするとどうなるかっていうと、利益がめちゃめちゃ上がるんですよ。そうすると他の会社が潰れていくでしょ。どん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 潰れていくでしょ。そうすると市場を独占できるんですよ。ってことは、その会社で働くしか選択肢がなくなるでしょ。これやっちゃダメじゃん。これが社会、要は企業の論理だけを採用してると、社会が壊れる。要は労働者っていうのは金がなくなって、一部のところに、要は社長とか役員とか株主とかだけに金が集まると。で、仕事っていうのは持たなくなる。だから国家っていうのは何をやるのかっていうとさ、会社が行き過ぎないように、労働者にも平等に仕事が回るように、生活保護であったり社会福祉って言って、お金のあるところからお金を取って、税金を取って、ハンディキャップを負ってる人たちに還元するっていうことで、平均化を保とうとするのが、社会の役割なんですよ。でしょ？だから、利益が上がるっていうことは、従業員とか経営者にとっていいことのように思えるのかもしれないんだけど、実は一部の人だけが得をするっていう仕組みになっちゃってて、国がちゃんと機能、要は税金をちゃんと取って、ペナルティーじゃないんだけど、やりすぎたらダメだよっていうふうにやらないと、どん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 労働環境、労働時間が長くなって時給が下がっていって、一部のところに富が集まっていくだけの仕組みになっちゃうっていう。今のね、先進国が抱えてる問題っていうのは、資本主義の慣れの果てだなっていう。そう。わかるよね。だからまあ独占禁止法とかいろいろあるんだけど、要はルールを明確にしないと資本主義って成り立たないんだなっていうのがよくわかってきた。だから日本中ブラック企業だらけになっちゃうっていう理屈なんだよ。そうすると、日本自体が疲弊していって、要は一部のところに富は集まるんだけど、国全体としての利益、GDP みたいなものは上がらないんだよ。面白いぞ。不思議だよね。それよりも、ライバル企業がいくつかあった状態で競わせながら、ゆったりと働かせて、お金、給料とかをちゃんと払うようにして、平均化のボトムアップを図る。要は全体的にボリュームをアップさせる方が、国としては税金取れるんだよ。だから、昔のさ、企業っていうのはさ、法人税だけで回してたでしょ？税収足りてたわけじゃん。消費税なんてなかったじゃん。国民の貧乏な層からお金取らなくても、国民は豊かだったし、みんな豊かだったんだよ。そうそう。今度お金持ちの家に生まれないといい学校行けないとか、いろんなことになってくるんだよね。面白いよね。だから政治家が起業家みたいな考え方をするとダメになる。だから実は国会議員とかがやらないといけないのは、国のお金を売り上げを上げること、要は税金の売り上げを上げるっていうことは国民の負担を上げるっていうことだから、企業的な考え方をするとダメなんだよ。わかりる？
いい野菜。でしょ？起業家みたいな考え方すると国家って破綻して、そうじゃなくて、どこにお金が行き過ぎてるから、こっちの産業に、ま、お金を回した方が、国民全体の幸せが上がるよねっていう考え方をしないと、国家運営ってできないんですよ。だから、なんつうんだろう。今抱えてる社会そのものの問題とかを見極める能力みたいなのが国会議員には俺は必要だと思ってる。どこに投資をしないといけない。例えば今だったらさ、お年寄りが多すぎると。で、子供が作られてないと。もう明らかに日本が人口自体が目減りするって、もう売り上げ自体が目減りするのと一緒じゃん。国自体が疲弊するのと一緒じゃん。どう考えても。もうバカでもわかるのよ。だから、子供を産むように若者に、お年寄りたちがしかもね、ほとんどお金を持ってるから、お年寄りからお金を取って、若者たちに保育園作ったりとか、要はもう子供作ったら優遇されるようなさ、要は税金安くなるとかしないといけないのに逆で、若者たちをどんどん働かせて、余計子供を作れなくして給料も下げようと。で、お年寄りたちにはね、破綻してる年金をガンガン払いまくろうみたいなことやってるのよ。逆じゃん。めちゃめちゃ逆張りやってんのよ。で、さらに最底辺の弱者って言われてる、もう生きることもままならなくなった生活保護の人たちを叩こうみたいな。そこから財源確保しようみたいな。もう国家がめちゃくちゃだよね。本当にやばいと思うよ。なんか若者を殺しにかかってるんだなっていうのを、俺が若者だからっていうわけじゃなくて、俺、なんかこのお年寄りの中で、このままじゃ日本なくなっちゃうよっていう人が出てこないのがね、もう不思議でしょうがないよね。そう。就職難とか最低時給の安さとかがあるのに、最近の奴らは働かないニートになりやがってって。お前らが給料上げないからだろうって、なんで気づかないんだよっていう、もうね、すごい、なんつうの。自分の、そのお金が増えるためだったら何でもいいんだなっていう社会に見えちゃって、すごいなって思うね。その中でもなんか日本人は、なんつうんだろう。今、大卒の人でも、しょうもない会社に面接受けてる上に、そこにすら合格しない？いや、でも、あれだよ。若者はもっと努力しないといけないしっていう理屈もわかるのよ。その個人の生き方と、社会としてっていうのは別ね。そのさっき、ここよく誤解されちゃうんだけど、なんつうんだろうな。ポイントポイントの個人の動きで見るのと、社会全体で見るのって動き方が全く違うわけじゃん。だから、若者は働くように努力しろっていうのはピンポイントではそうかもしれないけど、少なくともさ、人生を60年以上生きてる人たちが、経済の理屈とかを散々勉強して、会社員もなって、そういう人たちが言う発言ではないかなとは思うけどね。そうそうそう。弱者いじめ社会っていうかね。海外に移民が増えてるよね。あのね、海外に移民が増えた。イギリスがね、EU を脱退した。大丈夫か？政治枠やらないって言ったのに政治枠になってないか？これやばいぞ。やめない？この流れ。なんか変なのが湧いてきそうだから。まあ、ちょっとだけすると、海外に移民が増えてるよねって、EU っていうのがもともとそういう政策っていうか、そういう理念で集ってるわけなの。だから、イギリスがなんで、EU を離脱したかっていうと、移民問題がすごく大きいんですよ。簡単に言うとさ、関税とかの障壁をなくしたりとか、国境をなくしていく作業じゃん。だから、でっかい国を作ろうとするわけよ。アメリカとかに対抗するために。でしょ？だから同じ貨幣で、法律も、自分たちの国よりも守らなきゃいけない上位概念を作ったわけだ。だけど、結局、イギリスって保守的な国だし、結構、意識が高い国って、意識が高いかどうかわかんないけど、保守的な国だから、移民が入ってきて、やだっつって。だったら、俺ら自分たちでやってこうってなるわけさ。本当に来てくれてありがとう。
なんか、その、情報には表と裏、要は解釈って二通り取れるっていうのがあると思うのね、俺は。例えば、就職難っていう問題とか、フリーターっていう言葉イコール、正社員が減るっていうこと、終身雇用制度の崩壊っていうのと、フリーターとかニートが増えるっていうのは、俺イコールの問題だと思ってる。そう思わない。冷静に考えるとそうだ。で、生活保護の問題、生活保護者が増え続けてる問題っていうのと、雇用率が下がってる問題も、俺、イコールの問題だと思ってる。それを企業側から見るのか、その、労働者側から見るのかで、捉え方って全く変わるのよ。本来、ジャーナリズムって言われてるものだったら、企業が、終身雇用制度をやめました。アルバイトの方が人件費が安く済みますっていう問題を一つ捉えると。終身雇用制度の本題をもらえ、捉えると。もう一つは、だから就職難になってるっていう大学生とか、安い時給だったら働きたくない親のすねかじりたいっていう若者たち。これってセットになってるわけだから、二つを照らし合わせて、さあ日本国民の方どう考えますかってやらないといけないのが俺テレビとか、マスコミの仕事だと思ってんのよ。まさにその配信とかもそうだと思うんだけど、情報っていうのは2つの局面から見える問題っていうのをイコールなんだよっていうことを照らし合わせて、さあどっち取るって言って考えさせること、見てる人に考えさせることっていうのが一番大事なことだと思ってんの。どっちが正しいっていうことを言っちゃいけない中立であるべきだと思ってるの。だけど、まあ今のテレビとか今の新聞とかって、終身雇用とかの問題とかを取り上げる。ブラック企業はブラック企業で別の問題。ニートはニート。フリーターはフリーターで、全部バラバラに特集組むでしょ。これってさ、要は、どれかを悪者にするっていう構成になってるような気がするんだよね、俺。日本人、要はそれ商社の問題でもあるんだけど、なんていうのかな。どれかが悪いっていうふうに考えるのが好きな国民性なのかなって。全部繋がってるのになって思っちゃうんだよね。どうなんだろう。みんなはどう思う？派遣労働者を認めたのは良くないと思う。竹中平蔵さんの時の政策で。で、そのね、中の友達のいい上場企業の社長にビジネスを教わってたんだよ。だから、すごい複雑な気分だよね。だから、竹中平蔵さんがやろうとした改革って、俺正しいと思うの。新自由主義なんだよ、完全な。だけど、あれをやるには日本人の気質に合ってなかったし、教育機関が必要だったから、めちゃめちゃ難しいとか無理だなと思った。結局ね、小泉さんと竹中平蔵さんは何をやろうかと思ったらって言ったら、労働階級をなくそうとしたの。で、全員が株主になって、全員が起業家になるみたいな、要は副業とアルバイトを続けて、要は今の俺みたいな人たちをいっぱい増やそうと。その代わり、何を優遇したかっていうと、昔株式会社を作るには、資本金って言って貯めないといけない。元手のお金を1000万用意しないと株式会社って作れなかったの。だけど、その格差をなくすためには、労働者が起業家になってでっかい会社を作れるチャンスを作らなければいけないっていうふうに竹中さんは考えて、株式会社1円でも設立できるっていうふうに、要はその会社側の資金をなくしたんですよ。それって、実はみんなにとってハッピーなことじゃん。その意識があれば。ただ、頭のいい竹中平蔵さんはそれを思いついたんだけど、国民の方には伝わってなかったわけよ。急に、なんつうの、いきなりルールはいろんなものをその平等にしたんだけど、会社を作ったこともない、作るっていう考えのない国民なわけじゃん。その人たちいきなりルールだけ取っ替えても意識が違うから一気に格差が進んじゃったっていうのが俺はあの時の問題だと思ってるかな。今多分ね、女性リスナーいないと思う。女の人絶対面白くないと思う。この話聞いてても。
政治とか経済とかね、こういう話ってね、女性が一番嫌う話なんですよ。多分ね、女の人今いないよ。会社ばっかり増えても人口が減ってるから、結局会社に潰れてるよ。会社が増えてもっていうよりもね、なんつうのかな。そういうことじゃないんだよな。一月に一回田舎に帰るたびに会社とか店なくなってる。ああ、それは悲しいよな。いる？面白い？別の話しない？なんか盛り上がんなくない？こういう話って。面白いのかどうした？本当は靴下ない？あった。いつもよりは書き込み少ないです。有限会社がたくさんあった時代が良かった。有限会社はだからその時にね、作れなくなったのかな？今有限会社って残ってる分はありなんだけど、今作れなくなっちゃってね。株式会社と有限会社って根本的に仕組みが違うんだけど、結局1000万円かかってたのが1円で作れるようになって、有限は300万必要だったんだけど、結局その株とか売買できる方が面白いでしょうって。しかもね、自分で100%1円で作っ、1円でも100円でもいいんだけど、100%で持ち株にしたら有限と同じ機能だからっていうことで、有限の制度なくしちゃったんですよ。俺それごめんって言っておいて、向こうから来てなんか言われたからいつもしつこいんだよ。向こうから来て。いや、喋ってないだけ。喋ってないだけです。いや、俺もロムってみようかなと思って。いや、全然、はい、こんばんは。全然、俺にもロムる権利あるでしょ。なんか、トークっていうよりも、なんか、トークっていうか会話がしたい感じとか、いや、俺結構コメントなかったら黙ってること最近多いよ。いや、喋り続ける技術は持ってるのよ。いくらでも、なんだろう、自分で自分の話を引っ張るっていうことは延々とできるんだけど、なんかね、それじゃ意味ないから、やっぱコミュニケーションが一番大事なんだなっていうのに気づいてるから、リスナーさん、そう、やっぱ会話がしたいんだよね。頭いいから飽きるの早い。昔から飽き性ですね。昔から飽き性。で、結構考える、頭いいとは思わないよ、自分で。だからどういうのが好きかっていうと、答えが出ないものを考えるのがすごい好きな子供だったかな。飽き性ですね、僕は。
リスナーさんと話してるの聞いてるのが好きなの。俺も好きだよ。だからね、なんだろうね、結構面白いなって思うのは、やっぱりタイムマシンはあるのかないのかっていう話があって、俺の結論っていうのは、同じ質量がやっぱり必要だと思ってるの。過去に行く方法は分かったんだけどね、未来に行く方法ってやっぱりないんだよね。でもね、それは、過去と言えるのかっていう問題もあるのよ。時間軸で言ったら今を流れてるわけだから。だから、簡単に言うと過去を疑似体験するためのツールはいくらでもあるんだよね。タイムマシンはあるのかないのかとかね、なんかね、哲学系っぽい話が好きです。なんかこう、タイムマシンは自分自身だ。どういうことだろうな。どういうことなんだろう。お疲れ。おやすみ。さて、じゃあ、そろそろ終わりにしますか。皆さんお疲れ様でした。また明日、おやすみ、おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんだよ、もう。